いつもご覧いただきありがとうございます。事務所にあんなに貢献してきた三浦春馬さんをなぜ大切にしていなかったのですか。カレンダーもファンクラブもなぜあれだけ人気がある春馬さんだけなくしたのですか。悲しいです。いつもながら思う。三浦春馬さんが独立してたら絶対にファンクラブ作りたかっただろうな。作ってくれたはず。ファンを大切に思ってた春馬さんだからこそ、自分を応援してくれるみんなのために思わないはずがないと思う。いろいろなことを廃止に追い込まれた時、悔しかっただろうな。あの事務所は、ファンとの交流の場やカレンダーなどファンが楽しみにしていることを奪い、何年も冷遇、残酷なことばかりでしたよね。それでも、私たちファンには、いつも笑顔を見せてくれた。そして、2015年9月18日に三浦春馬さん&本郷蒼太さんが登場。進撃の巨人アタックオンタイタンエンドオブザワールドスペシャル企画が始まりました。吉ログに三浦春馬さんが来てるとのことで、女性スタッフが仕事そっちのけで見に来てます。あれ、芸人もぼる塾田辺さん、乙女、三浦春馬さんの前での私たち乙女すぎる。横澤さんの表情がもう口を開けて、よく観察してる方なので今回のことについてどう思ってるか聞いてみたいです。仕事なんてやってる場合じゃない。女子はみんなそうなりますよね。この体験したかったです。私はキャーという黄色い声を張り上げます。あんなことがなければ海外で絶対にブロードウェイに立ってた三浦春馬さんを見れてましたよね。悔しくて悲しくてやりきれません。もしよかったら高評価やチャンネル登録お願いします。